なんということでしょう。本の中に入り込んでしまいました。人がいっぱいいるけど、みんな勇者なのかな。わからないならわかりそうな人を捕まえに行くといいと思います。とわみとかで。この人たちを追いかけてみる。ピチピチピターン、這いずっていきましょう。お姫様と結婚、花嫁さん争奪でもするんですか。とわみ持ってきますか。きっと姫を助けたらご褒美に結婚するとか、そういう約束をしてる。だからこんなに勇者が多いのですね。でも自分のためだけに動く人は勇者とは言わない。あなたもそう思わない？人の中から好きでもない人と結婚ってただ悲しいだけですよ。ちなみに私はマスターに一目惚れからエターナルラブなので幸せなのですよ。知ってました。あー、てめえら何者だ。ここが四天王の一人、先月のチェリー様の縄張りだと知ってんのか。ま、ここに来ちまったもんはしょうがねえ。てめえの血を吸わせな。私の魔王軍より規模が大きい。こっちはまだステラだけだもん。あっちは四天王って言ってるから、すでに負けてる。戦いは数じゃないってどこかの偉い人が言ってました。ボコボコにしてやるのだぜ。ちくしょう、覚えてやがれよ。必ずリベンジすんぞ。四天王の一角が倒されるとは初めてのことではないか。ただあれは弱いゆえ、ただの偶然かもしれぬ。しばし監視を続けるとしよう。見られてる。そりゃあ私人魚ですし、物珍しさもありますよ。一曲歌っちゃいますか。そうじゃなくて、遠くから見てる人がいるの。誰だろう。
今日の私も美しい。おや、お客さんですかね。蒼天なのに青くないんだけど。青い桜。実は私こそが蒼天のディープなのだぜ。あ、すいません、嘘です。バカな、この私が。ルチフェロ様、お許しください。私の名前、じゃあこの世界の魔王は私のアナザー。ルチフェロタン、マスター、緊急事態です。このままだと姫様取られちゃいます。ああいう人に恋をするなんて無理です。 No thank you です。ということで早く私たちも行きましょう。ハリハリハリー。私たちが入ってきたおかげでもう本来のお話から違ったものになってきてるみたい。ここからはアナザーとかイレギュラーも出てくると思う。頑張ろう。あなたが真の勇者だよ。あれも倒すか。見つけたぞ、我が求めている勇者を。やっぱり見られてる。